パステウはパステルとも呼び、ブラジルの代表的な庶民料理。小麦粉を練って薄く伸ばした生地に具を包み、焼いたり茹でたり揚げたりした料理です。今回使用する生地はロールタイプの国産品で、21センチ幅500グラムのものです。これにひき肉、野菜をトマトベースのソースで味付けしたものを包んで揚げ、餃子風に火を通していきます。中を開けると生地がロール状にフィルムとともに巻かれており、使用したい分をカットして具を包み、閉じてからフィルムを外すといった衛生的にもとてもよく考えられた商品ですね。それでは早速調理に取り掛かっていこうと思います。